はい、どうも、カズキです。見ての通りナイツでございます。朝ではありません。仕事6時に終わり、飯を食ってからの、なんで今19時20分ぐらいしばらく動画出してなかったんです。撮り始めた。昨日も乗ったんですけどね、一応夜。昨日よりあったかい。どうしたの？救急車入ってきてね、びっくりした。暗いとこにあんな光がぶっかえると、火事ではなさそうだね。火事なのかな、見えねえやつ。見て、今日は言いようの行かないでこっち行こう。眩しいっちゅうの。やっぱこれ山の中虫がすごい。調子いいバイク。いや、どうすっかな。もうこの際だから海の方まで行っちゃうかな。山からの街中走りたいですよ。夜は虫が多くてでもね、今の時間下は気持ちいいわ。昼間走ってるより全然いいわ。平日ライダー、まあ一人で走るのも楽しいんですけどね。楽しいっちゃ楽しいんですけど、そろそろね、誰かと走りて、じゃ動画とかのネタ動画じゃないよ、まあ、動画撮らなくても誰かとどっか出かけたいですよね。もう一人がもうやだに彼女でも乗っければいいです。今乗っけられない仕様になっていく。ああ、そうだね。なかなかいないですよね。もうさ、いることにはいるんですけど、なかなかね、平日休みだとね、予定がみんなと合わないっていう。正論さんのツーリングは絶対参加したいんだけど、なかなかタイミングが合わないって感じですね。なんかオートチューン式の下はちょっとしたら調子いいな。アフターファイヤーがなくなったよね。もう一回やってくればよかったわけ。ちょっと昨日より遠くに行くから。いや、乗りすぎだな本当ね。それにしても乗りすぎだよみたいな感じで、どこに行くかは分かんないですけど、次からこう動画が切り替わった時にどこにいるか楽しみにしてくださいって言っても、鹿は走って終わる可能性があるかもしれない。まあどうなんでしょう。さて、俺はどこへ行ったかな。それでは後ほど。はい結局ね、ここがどこかというと、ここは中身だったです。海は行きましたよ、皆さん。なんかいっぱい泊まってるようだったら、そのまま帰ります。そのままどっか近くのコンビニに寄って帰ります。中身になって、今245っていうと245号線をまたぎましたね。まっすぐ行くと市場なんですよね、中身になっても。市場行かず、次はそのステア24時間なんだ。バイクがいないんですけど、俺は何しに来たんだここに。黄昏
がりをしに来ました。黄昏せいべい、違うな、細長と黄昏せいべいって映画で、はい、ここはいつも通ってるとこだよ。俺の動画見てきてくれればすぐ分かると思う、この動画。まあこの時間に通ってるかどうかわかんないけど、ああ撮ってねえか、大笑い内通に行くときは。まあ、なさそうかな。あれがいなきゃ素通りです。素通りで終わる可能性がある。まあそれでもいいけどね。まあ走れたり。今日はなんかもうどうしても地元の市から出たかって。なんとなく。昨日戻ってっけどさ。なんか同じ道具ばっかになっちゃって、かといってちょっと長距離になるとちょっとやる気を出さないといけないっていうか、そういう感じになるじゃないですか。いやバイクがいないね。みんなお盆で、お盆、明日からお盆か、あれなんですかね、あれなんですかってよくわかんないけど、忙しいですかね。これ仕事など乗ってますかね、これ。はい、ここも右、どうなってっかな、いるのかな、誰か。祭りは今日はねえぞ、調べたぞ。車のがよりバイクの完全に速い。超近く感じない、ここ、ここまで。お、開門橋。開門橋っすね。こっちから来たの初めてか？初めてじゃねえな。初めてを言っちゃダメだよね。いや、なんか、神秘的な感じだね。漢方の宿が。綺麗だね。こっち隣で、この左側の。お前結構近すぎたな、こうでな。アクアワールドの隣。なんか霧がすごそうな気がするんですけど。なんかいっぱい止まってんねんな。何やってんの、みんなこれ止まって。止まんないとダメだよ。ごめん、真っ暗になってますからね。今の時間は有料じゃなかったような気がしたよな。少し休憩したよね。ほぼ休憩だけで来てるからね。トイレが湧いてねえから。あ、ついてんだ。あ、そうでもね。いや、全然じゃん。いや、全然ついてんじゃん。止めねえじゃん。止めない。お？帰るだけだ。それでは皆さん、ワニワニ。